早速ですが、今回は、人に、意識皿対勧誘導弾改めの導入が本格化、詳しく見ていきますね。改良は、すぐに、日本の技術だと完成するんですけど、あとは発射実験がどうなるのかですね。米国で実験するのかな。ここへ来て、日本政府も本気になりましたね。航空自衛隊の F2 戦闘機といえば、2035年前後での退役が控えており、この後継機となる次期戦闘機、通称 F3 の開発が、2020年末に、三菱重工業者を主幹企業として進められていく方針が打ち出されている。現行の F2 戦闘機の開発の際にも準国産化された戦闘機を望む声はあったが、戦闘機の要とも言うべき機関部の国産化の目途が立たず、アメリカの F16 ファイティングファルコンをベースに同機が開発されたことは有名だ。ただし、日本の国情に照らして、F2 戦闘機には広い領海に敵国の艦艇が接近してくることを阻止する役割が求められ、アメリカ本国では F16 ファイティングファルコには求められていかった空対艦兵装の充実が図られている。そのため F2 戦闘機には国産の93式空対艦誘導弾の運用能力が付与されており、これは射程距離が 100km から150km に及ぶ中距離空対艦ミサイルとされ、採用された1993年当時から対艦用の主兵装とされた。しかし、同時に1990年代からは中国海軍の海洋進出が顕著となり始め、南シナ海、そして尖閣諸島をはじめとする南西諸島のある東シナ海方面に対する同軍艦艇への抑止力とするために、さらなる長射程の空、対艦ミサイルの要性が増加した。そこで、日本では、保有する F15 自衛、イーグル戦闘機の一部に施した。近代化改修機済みの JMSIP 機に、搭載可能な空対艦ミサイルの調達を検討。アメリカのロッキード・マーチン社製のロラズムが、有力候補とされる。アメリカのロッキード・マーチン社製のロラズム空対艦ミサイルは、正式な形式名を AGM-158C といい、ジャズム空対地ミサイルをベース2として、長射程対艦攻撃用に改修を施したミサイルだということができる。ベースとされたジャズム空対地ミサイルは、速度こそ亜音速ではあるものの、最大射程距離は約 370km とされ、これをさらに強化したものが、JATR 空対地ミサイル、AGM-158B の射程距離は 900km 以上と驚異的だ。この JASM-ER 空対地ミサイル、AGM-158B を対艦攻撃用に改めたものが、ロラズム空対艦ミサイル、AGM-158C であり、その長射程差は、前述の現行の F2 戦闘機が装備する93式空対艦誘導弾を大きく上回り、南西諸島防衛の鍵と見られた。しかし、本国のアメリカでは、ロラズム空対艦ミサイル AGM-158C の運用は、空軍の B-1B 長距離爆撃機や、海軍の大型航空母艦の主力機である FA-18E、F スーパーホーネット戦闘機等が対象で、アリ F15 への対応は含まれていなかった。このため、航空自衛隊の F15 自衛、イーグル、ズムシップ機でロラズム空対艦ミサイル、AGM-158C を運用できるように改めるには、すべての費用を日本側が拠出する必要があり、当初考えていたコストを大幅に超過することが明らかとなる。具体的には、日本側では、ロラズム空対艦ミサイル、AGM-158C の導入に際しての初期費用を、
およそ800億円ほどと見込んでいたのだが、アメリカ側の回答は3倍以上の約2400億円にも及び、到底縮まるとは思え、内災だと言えた。そのため、2021年8月には、日本側はロラズム空対艦ミサイル AGM-158C の導入見送りを正式に決定しつつ、JASM-ER 空対地ミサイル AGM-158B は、アメリカと歩調を合わせて導入する方向を継続することになっている。しかし、当然、もともとの南西諸島方面における対中国軍艦艇の接近阻止を狙ったロラズム空対艦ミサイル AGM-158C の代替には、JASM-ER 空対地ミサイル AGM-158B ではなり得ず、他の手段を検討する必要に迫られた。一つの方向性としては、アメリカ軍でも F-35 ライトニングに、へのロラズム空対艦ミサイル AGM-158C の対応は検討されており、これに倣う可能性もあるが、いかんせんこれはスケジュールも時期も明確ではない。これに対して有力な代替策として浮上したのが、陸上自衛隊が導入している人に敷地対艦誘導弾改良型の能力をさらに向上させて空対艦ミサイル化する構想であり、これを F2 戦闘機に搭載することで空対艦ミサイルの長射程化を行うものだ。また、F2 戦闘機は、冒頭で述べたように、2035年前後からの退役が控えているため、人に敷地対艦誘導弾改良型を能力向上させた空対艦ミサイルは、次期戦闘機、通称 F3 にも搭載する予定だと見られており、期せずして国産化が進む方向となった。人に、敷地対艦誘導弾は、その名称が示す通り、陸上自衛隊において、2012年から調達が実施されている兵器であり、これより、前の1988年から導入されていた8は、敷地対艦誘導弾 SSM-1 にさらに発展させたもので、射程距離は 100km 台と目されている。人に敷地対艦誘導弾をベースに、2017年には海上自衛隊の艦艇に搭載する人7式艦対艦誘導弾 SSM-2 も開発されており、これ以後さらにこれを発展させた人に敷地対艦誘導弾改めや哨戒機に搭載可能な空対艦誘導弾の開発が続けられている状況だ。こうした一連の人に敷地対艦誘導弾をベースとした改良型の一つに空対艦ミサイル化があり、一段階目では約 900km の射程距離、これを最終的には 1500km まで延伸する方向で開発が進められているのが現在にあたる。ここに人に敷地対艦誘導弾をベースとしたミサイルは、陸上自衛隊の地対艦、海上自衛隊の艦対艦。航空自衛隊の空対艦と3自衛隊にまたがり、各々のプラットフォームを使用した展開が予定されており、南西諸島防衛の要となる模様だ。もともとこうした開発が行われることとなった背景には、海洋進出を強めている中国海軍の艦艇が搭載する艦対空ミサイルの長射程化への対応が必須かつ急務となっていることが大きいが、先行して装備する陸上自衛隊の前方展開が行われている。陸上自衛隊の地対艦ミサイル部隊は、鹿児島県の奄美大島や沖縄県の宮古島への配備が実施されており、石垣島にも地対空ミサイル部隊とともに新たに配備する計画が進められている渦中にある。ただ、日本にとっては中国海軍艦艇に対する
南西諸島防衛の強化であるこれらの施策も、F2 戦闘機や F35 ライトニングに、そして次期戦闘機等に長距離空対地ミサイルが装備されることについては、国内外に反響がある。日本国内でも一部から、それは敵基地攻撃能力の獲得にあたると自衛隊の理念になじまないと批判され、また中国や韓国では北京や平壌すらも直接日本が攻撃する能力を手に入れることにつながるとの声が聞かれる。個人的には究極の兵器たる核兵器まで所有している中国や北朝鮮に対し、日本が多少の対抗手段を備えることは当然だと思えるのだが、これを日本の軍事的な野心の表れだと旧態依然としたプロパガンダは今も健在のようだ。